皆さんこんにちは、矢沢陽子です。私の人生の中のベストライブといえば2012年に行われた、自分の父親のライブになってしまうんですが、矢沢永吉の40周年ライブということで、日産スタジアムにですね、ブルースカイというイベントがあったんですけど、それがナンバーワンかなという感じです。バンドで言いますと、クロマニヨンズ、ドハツテン、マキシマム、ザ・ホルモン、バースデー、ギターウルフと、本当に豪華なラインナップの中で、皆さんが登場された後に最後に矢沢永吉がということで、本当にもう一日を通して朝からもう晩まで、なんなら打ち上げまで一日中夢見心地というか、お祭り騒ぎな感じで、もう2012年の出来事なので、あれから8年はもうね経っているんですけれども、いまだに思い出すというか、またああいう企画やってくれないかなっていうふうに勝手に思ったりしています。以上、矢沢陽子の人生のベストでした。